名探偵のコーヒーメモス。ごめん、なんか急に眠くなった。今の顔おもろ。いや、定期的な背伸びは大事ですよね。こんにちは、辻岡です。さてと、階段降りて先に進んでいくシーンまで来ましたね。ということで、じゃあ降りていきましょう、うん、地下3階段下の階に行こう。さあ、いよいよ地下5階が近いですけれども、どうなってるんでしょうか。地下3階です。ふん、やっと地下3階まで来れたね。ハワードのが来るという最下層も近い。ここからはより慎重に進まないとな。まずは下に降りられる場所を探さないと。フロアマップならここにあるよ。地下4階への階段はこの廊下の奥にあるみたいだ。奥には倉庫、中央にあるこの保護室って部屋は何なんだろう。警察署を思い出すけど、警察署と同じくポケモンを捕まえておくための部屋なのかもな。ウパーみたいにひどいことをされてないといいけど。確かに保護室も気になるが、まずは階段の様子を見に行こう。あまり動き回ってユニタスに見つかるのを避けたいからな。先に階段だね。行こうピカチュウ。よし、先に階段。最下層までもう少しだね。パパは一体何をするつもりなんだろう。本当にユニタスと関係あるのかな。どういうつながりがあるかわからないもんね。本当に悪いこと考えることは思えないんだ。私もそう思いたけど、やっぱりあれだよね、奥さんをやられたことに対するポケモンへの恨みみたいな感じになってんのかな。何の匂いなんだろうな。遺跡に来る前に捕まっていた場所に空気が似てるのか。なんだと？なんかちょっと怖いですね。ここは警察署にいた時のようで気分が悪いだと。あまりいい雰囲気のフロアじゃないな。急に気が立ってるな。どうした？この階は他の階より嫌な感じがする。気をつけろか。忠告ありがとうよ。どれ、ちょっと怖いですね今回ここ。なんだ、え、この扉は開けない方が良さそうだね。そうだね。んすごい叫び方だったけど、なんで見つからないのよ。あのこの辺りに逃げてきたはずなのに。大体なんでコントローラーを飲み込むんだよ。これじゃあドリューズを止められないじゃないか。効率が悪いから二手に分かれましょう。そうだな、俺はこの階を探すから下の階を頼むよ。分かった、念のため階段のパスコードを変更しておくわ。カードキーを持ってないから行き来が面倒になるけどな。文句を言わないの。行くよヘルガー。うん、今の話だと部屋で暴れているのはドリュージュのようだね。ウにコントローラーを飲み込まれて止められなくなってるらしいな。これは困ったことになったぞ。この階に残ったやつはエレベーターのカードキーを持ってないらしい。階段のパスコードを変更するとも言ってた。下に降りるにはどうしたらいいんだろう。諦めるな、カードキーの予備があるかもしれん。でも部屋を調べるにはドリュージュを止めないと。そのためにはウを見つけてコントローラーを吐き出させないとな。さっきのマップによるとこの先にも部屋があったはずだ。まずはそこまで行ってみようぜ。よし、この先に部屋。うん、この階段も他のフロアと同じようにパスコードが必要みたい。変更されたパスコードがなんとか分かればな。ここが、お、ここが倉庫のようだな。ウーが来るとするたならここぐらいしかないけど。おいウー、どこに行った。まずい、ユニタスがいるようだ。奥が分からないからこれ以上進むのは危険だね。一度みんなのところに戻ろう。なるほど、そんなことがあったのね。パスコードは変えられてしまったし、カードキーも手に入れるのは難しい。なるほど、エレベーターのカードキー。下の階に降りる方法を探すには保護室を調べるしかない。そのためにはドリューズを止めないと。ユニタスより先にウーを見つけてコントローラーを手に入れる。そうすれば部屋の中を調べられるように。ウーってめちゃめちゃ言いづらいよ。みんな言ってみて。ウー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 。それにドリューズも助けられるしね。
問題はユニタスに見つからずにどうやってウを探すかだな。もう騎士あの力が入っちゃうね、ウっていう時どこかでに隠れちゃってたら僕たちだけで探すのは大変かも。お前に頼みたいところだが、ユニタス見つからないよう探さないといけないからな。となると他に頼めそうなポケモンは、あーまた頼めるかレントラ。よし、レントラーに投資してもらおう。まだ暴れてるな。投資してみるか。あれを取らなきゃいけないよな。頭と爪は鋼製ドリューズ。暴れてるドリューズの背中に四角い機械がついてる。警察署で俺たちにつけられていたあの機械だ。キューブだな。ドリューズかわいそうに。人間がドリューズを暴れさせているということか。ウがキューブのコントローラーを飲み込んだんだ。だから操れずに暴走してる。あの機械はろくなもんじゃねえな。背中からキューブを取ればドリューズの暴走は止まるんだろうか。ドリュー、うかつに近づくのは危険だ。まずはウを探そう。よし、ウ探すぞ。ここ投資、ここは投資する必要ないか。あ、え、いるじゃん。普通におるやん。んかわいい。逃げるんだよ。おいおい、どうして逃げるんだ。見つけたぞ。うう、そっち行っちゃダメだよ。なるほど、ユニタスに追われてたのか。こっちに来ればいいのに。おう、う追いかけるぞ。だがこの倉庫には人間がいるぞ。うまく回り込んで進まないとな。あいつは逃げるときに羽をまき散らしていった。そいつをたどっていけば見つけられるはずだ。うまくやってくれよレントラ。まずは、今あそこいるな。はいはいはい。まあ、とりあえずこっちはどうなってる？はあ、なるほど。怖っ。怖え、マジで。やべ、尻尾見つかってないこれ。尻尾。マジか。あ、そっちまで行ってくれんの？マジ？あれ？ちょっと待って、思いのほか。怖っ。え、こっち来ないよね。おい、ちょっと待てよ。怖っ。はい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 。え、こめちゃ怖えんだけど。島後ろ向いてるから、しける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 いるんか。あー、いた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 。この中にウがいるぞ。よかった。よっ、投資ってすげえよな、よく考えたら。おい、ウおい、ウここにいるんだろ。音出すな。おいおい、落ち着け。お前知ってる知ってる、前にあったあった。そうか、お前はオーロラの雫を食ったやつか。わからない、わからないよ僕。まあ操られてたんだから仕方ないか。それより、なんでお前追われてるんだ。会いたいターナー、だから逃げた。そしてパクって食べた。そしたらビュンビュン。何それ、はあ、何食ったんだ。汚ね。まったくもう汚ね。やっぱりコントローラーか。心配するな、俺が必ず脱出させてやるぜ。ありがとよ。おう、ウウを見つけたことだし、一度ティムのところに戻るか。そうだな。それとこの機械のことだが、キューブのコントローラーだ。これを使えばドリューズを止められる。それは何よりだ。ポケモンが操られるのは見てられんからな。ここから出るにはどうしたらいいんだよ。
ウも俺たちについてこい。ユニタス見つからないようにな。出口まで連れてってくれるのか。ありがとうよ。いいのかピカチュウ、地下5階を目指してるんだろう。まあなんとかするさ。ティム、ウを見つけてきたぞ。よかった、コントローラーは？バッチリだ、これでドリューズを止められる。さすがピカチュウね、レントラもありがとう。レロー、ドリューズはこの先に部屋にいる。今は暴れていて近づけないが、スイッチを切れば追いつくはずだ。なんかベタついてるけど、スイッチはこれだね。ドリューズの部屋の近くまで行ってスイッチを切ってみるよ。ああ、そうしてくれ。下の階に降りる方法を探さなきゃならないからな。ウがドリューズのコントローラーを飲み込んでいたんだよね。さっきはありがとうよ、ウからも話を聞きたいね。うん。いろんなものを丸飲みするんだよな。さっきはよくわからないものを飲み込んで追いかけられただとさ。それがドリューズのコントローラーだったんだよね。かわいそうだけど僕たちにとっては運が良かったと思う。コントローラーを手に入れたのはウのおかげだな。本人はよくわかってなさそうだが、お手柄だったぞ、ウ。褒められてるのにあんまり嬉しそうじゃないね。お前ターナーに会いたいのか。ターナーさんは宝石泥棒だったけど、ウにとっては大事なパートナーなんだね。そうだな、自由にしてやりたいな。お、宝石を飲み込んでデニスの家から飛んでいったよな。あの後どうしてたんだ。なんでこんなところにいる。そうか、わからないのか。ずっと操られていたんだな。気づいた時はこの建物にいて、ここで人間が無理やり宝石を吐き出させた。ひどい。そういえば宝石盗難事件では、小玉も頼もエルフーも様子が変だった。あの時の小刀たちもキューブで操られてたんだ。おそらくそうに違いない。ここにいる人間は嫌いだよって言ってるな。操られて追いかけられて散々な目に遭ってるね。かわいそうに。うごろ。ああ、このコントローラーでこれからドリューズを解放する。いや待て、ゴロンだ、それはおすすめできないな。なんて言ってるの。ドリューズを力ずくで止めて背中のキューブを取れば済む話だろって。ゴロンダならできるかもしれないけど、ドリューズは暴れてるんだよね。ゴロンダに無理をさせるわけにはいかないな。コントローラーでやってみるさ。さっきはありがとうよ、ウを見つけてくれて。分かってる、ドリューズはすぐに解放できるさ。レントラーはそっけなく見えるけど、ドリューズを心配してくれてるんだね。まずはドリューズを早く助けてあげないと。キューブで意志を失ってるなんてかわいそうだもん。そうだね、僕もそう思う。ピカチュウのおかげでコントローラーは手に入ってる。早いところ何とかしてやろうぜ。ひだひだだ。早く操られてるポケモンを止めてやってほしいか。そうだな、お前の言う通りだ。急いでドリューズを止めてあげないとね。ウさんが無事でよかっただと。お前はずっと心配した。あ、そういえば一緒のとこにいたもんね。ガーディは、あんなことがあってもお前にとっては大事な家族なんだな。後でいっぱい話をしてやれ。お前のことを忘れてはいないと思うぞ。ガウーン。よし、これ行ってみよう。もうコントローラー切ったのかな。あ、まだ切ってないね。近くでコントローラー準備はいいか。ドアを開けるぞ。トンルーめっちゃやる気満々じゃん。自分のお腹切った、もしかして。うわ、急げティム、こっちに向かってくるぞすっげえゆっくりじゃん。分かってるよ。止まれ。え、うん、あ、大丈夫、大丈夫そう。よし、落ち着いたみたいだね。そう、ドリューズ本当によかった。ねえねえ、後ろアーマーがいるんだけど怖い怖い怖い。めちゃめちゃ見てる、レイチェルの後ろで。これでもうドリューズは自由だ。ドリュ、話を聞いても大丈夫かな。大丈夫だってよ。おう、もうアーマーガーが気になって、ドリューズどころじゃないんだけど、穴を掘るのが得意なんだよな。そうそう、ドリュー自信満々みたいだね。両手と頭を組み合わせて一つのドリルになるってのがドリューズの一番の特技だそうだ。ドリルを回すときに目が回ったりしないのかな。それは気になるな。目を回すことはないのか。ドリュー、バカにするなって言われちまった。ド
ドリューズにとっては当たり前のことなんだね。おう、ところでドリューズ、お前はどうしてこの場所にいたんだ？ドリュー、そうか、お前もヨノワールと同じか。連れてこられて操られて見張りをさせられてたんだね。ドリュードリュー、壁に穴を開けて逃げ出そうとしたがうまくいかなかったか。背中にキューブをつけられてるから動けなかったんだ。ポケモンにこんなことするなんて本当にひどい。ここにいる人間たちはどんな様子だ？ドリュードリュ、ポケモンたちを自分と同じような目に合わせてるか。この部屋には捕まってるポケモンがいるのか。それを聞いたら放っておけないね。助けてあげましょう。うん、保護室ってのはやっぱりポケモンを捕まえておく部屋だったんだね。ったく嫌な名前つけやがって、やってることまで警察署と同じとはな。なんとかここにいるポケモンたちも助けてあげないと。部屋を調べれば助ける方法がわかるだろう。どの道この部屋は調べなくちゃならないんだからな。カドキも探さないといけないもんね。そういうことだ、調査を開始するぞティム。よし、調査を開始しよう。え、ドリューズが無事で本当によかった。あのままだとゾッとするよ。同じようなポケモンがまだいるなら早く助けてあげましょう。うん、実行グループから研究部グループへの報告書みたいだ。読んでみようぜ。地下3階の保護室にはバトラー氏が調達したポケモンを入れる予定でした。しかしながら予期せずトラブルがあり、そのポケモンたちを護送できませんでした。予定にない別のポケモンを収容しております。バトラー氏ということは警察署の件だな。何十匹ものポケモンの名前が一覧になっている。どれどれ、どうやらこの施設にいるポケモンのリストみたいだ。ところどころ×印がついてるな。レントラー、レパルダス、ベロバー、闇並み、ゴロンダ、警察署にいたやつらだ。ここに送られる予定だったんだな。あそこにいるじゃん、ニョロボンとかが。他にも名前がある。ドリューズ、ハリテヤマ、アーマーガー、ニョロボン、ウパー。×がついてないということは護送されていたポケモンか。あとはキューブに関しての話が書かれてるね。バトラー氏が使用していたコントローラーは機密保持のため遠隔で破壊し、残骸は警察に回収されております。あの時コントローラーが壊れたのは警察に情報を渡さないためだったのか。やはりユニタスが絡んでたんだね。もう少し詳しい情報が知りたい。じっくり調べよう。どこから調べようか。ここなんか落ちてるぞ。あ、鍵がある。何かの鍵だ。閉まってる部屋を見つけたらこの鍵を使ってみよう。ユニタス内部の指示書みたいだ。地下3階の床より水漏れが発生しました。4階にはマーロックさんの重要な研究データが保管されてます。床の修復作業を行ってください。マーロックの研究エリアがあるんだな。重要な情報がありそうだね。ただ降りる方法がわからない。焦るなよティム。さあ、これはもう戻っていいかな。大丈夫か、うん、大丈夫そう。一旦戻ってと。ん、ここ、これはユニタスの誰かが書いた業務報告書みたいだ。よし、なんて書いてあった。ちょっと待って、どこだ。キューブの量産は滞りなく完了。有効期間最終日にハワード CEO に最終チェックをしていただく予定。すぐ出荷が可能です。ハワード CEO? CEO って最高経営責任者だよな。この組織の代表ってことか。パパがユニタスの代表なの、まさか。どうやらハワードについては最悪の結果が出ちまったみたいだ。なるほど。ここキューブの実験結果がまとめられた資料だ。なるほど。実験の対象になったポケモンが一覧になっている。これはさっき見たやつだな。どうだ、一通り調べられたとは思う。ここは、これは実行グループへ、ユニタス内部の指示書みたいだな。場所、ガラル地方全域、キューブ開発実験のため、できるだけ多くの地方の氷ポケモンを集めること。ガラルヒヒダルマ、ねえ、ガラル地方から連れてこられてしまった。ゴードンたちがいるさ、大丈夫だろう。よし、まさかのハワードがユニタスの代表だったとはな。ハワード様、ユニタスを使って一体何をするつもりなんだろう。それは想像つく。ポケモンを管理する政策を進めてたろ。キューブを使って管理するつもりなんだね。そうとしか考えられん。
信じたくなかったけど。うん。パパ、どうして？レイチェル。自分の父親がユニタスの代表だというのはショックだろうな。そうだね、なんて声かけたらいいのか。今はそっとしておけ、ティム。レイチェルは自分で立ち直るはずだ。その間に俺たちは俺たちでやれることをやろう。そうだね。そういえばハワードの話で忘れてたが、もう一つ気になることがあったな。最初にバトラーに関する資料を読んだろ。少し考えていたんだ。なんだ？バトラーの行動ってのはポケモンを集めていたことだよな。ユニタスはなんでそんなことしていたんだろう。それについて考えておきたい。ティム、どう思う？推理。ポケモンを集めていた理由、そろそろ分かったんじゃないか。キューブの配布、キューブの被験体、資金源、取り付けてたから町に返す。キューブの配布だよな、多分な。これだと思う。施設にずっと閉じ込められてるぞ。だとすると違うかい？あれ、どうして？これキューブの被験体、これですよね。よやべ、あれおかしいな。僕結構しっかりじっくり読んでるのに、実験されたポケモンと送られてきたポケモンが一致している。開発したキューブをいろいろなポケモンで試そうとしてたんだよ。キューブでコントロールするためにか。一匹でもキューブが効かないポケモンがいたらキューブは失敗作になる。開発者は何としてもこのキューブを完成させたいんだろうな。よしちょっと恥ずかしいけど成功、成功です。まだ話を聞いてないポケモンが残ってないか、一通り聞いてみよう。部屋の隅々まで調べてみようぜ。さあ、こっち側はだいぶ調べましたと。パパ、どうしてこんなことを。ショック受けちゃったな。もう張り手山とか いっぱいいるぞ。ドリューズはまあ聞いたよね。この鍵でドアが開くかな。開いたみたいだな。開くんだこれ。お、ここ床が脆くなってるね。ドリューズでいけるんじゃないかこれ。このひびを覗くと下の階がほんの少しだけ見えるな。ヒシダルマの力でこのひびを広げれば下の階に行けるかもしれない。それは危険だ。床が全部壊れたら大変なことになる。ヒシダルマは力の加減が苦手そうだもんな。でもポケモンの力を借りるのはいいアイデアだ。絶対ドリューズでしょ。張り手一発、張り手山、張り手。なんだか元気いっぱいだね。それは勘弁してくれよ。相撲を取ってくれる相手を探してるでごわすって、さすがに無茶だね。張り手山、相撲は我慢してくれ。張り手山について教えてくれ。相撲で力比べをするのが大好きでごわすだってよ。そうでしたか。ヒヒダルマと気が合いそうだけど、今力比べするのは危ないね。何かあったら俺たちも困る。悪いな張り手山、お前の不戦勝ってことにしておいてくれ。どうしてここにいるんだ。無理やり連れてこられたのか。よく張り手山を連れてこられたね。卑怯な手でも使ったんじゃないか。ニョロボンと張り合ってるところをいきなりと捕まえられたそうだ。そっか。毎日の稽古で床を踏んでいたら壊れてきたでごわすだってよ。そんなわけがあるかって、もしかしてそこの床お前の仕業か。すごい力だね。なるほど、こっちも開くかな。開いたみたい。よし、ニョロボン話聞いてみよう。ニョロぐるぐるハッスル、ニョロボン。ニョロとものはね、バーで歌ってたのに。ニョロボよ、ニョロボン、ニョロボ、ニョロボ、早く池に帰りたいって言ってるな。返してあげるから少し待っててね。ニョロボンの話を聞こう。泳ぎなら誰にも負けないぜって言ってるな。この建物の中だと泳げなくて残念だね。ストレスがたまるだろうな。急に腕を回し始めた。これはクロールの動きだ。また泳ぎたいんだな。おう、この場所にはどうやって来たんだ。張り手山と張り合ってたらいきなり人間に捕まえられただと。保護局の仕業だな。そういえば2人が喧嘩してるのをたまに街で見かけた気がする。なんだか怒ってるみたいだね。
水はあまりくれないのが不満らしい。ウパーもそうだったけど本当に気の毒だね。お、アマーが一番最初に出たよな。前に俺の帽子を取ってたアマーガーだな。覚えはないが自分がやったんだろう、すまないって言ってるな。気にすんな、キューブで操られただけだろう。そのあたりについて話を聞かせてくれ。飛ぶのが得意で空では怖いものはないって言ってるな。お前が飛んできたらどれほどの迫力かよくわかってるよ。何せこっちはお前に襲われた経験があるからな。あの出来事でお前の心は傷ついてるんだな。責める気はないんだ。何度も触れてしまってすまないな。おう、どうやって連れてこられたか覚えてるか。ある日眠って目覚めたらもう見知らぬ場所にいたのか。そしてキューブで操られたというわけだな。お前は悪くないんだから気にするなよ。本当に悪いやつが誰なのかは僕たちが暴いてみせるよ。これ以上調べられそうなことはないな。結局パスコードやカードキーはなかったね。まああの穴から出るんだろうな。どちらも使わないで下に降りる方法を考えるしかない。何かいい方法はないかな。推理始めよう。降りる方法、そうだな、ここ脆い床に穴を開けるだ。よし、ドリューズに頼んで穴を開けたら下の階に行けるんじゃないか。ドリューズならうまく穴を開けてくれそうだ。ハリテヤマが肥やした床からなら時間もかからずに掘れそうだ。頼んでみよう。よし、これは一発でわかりましたよ。もうね、ハリテヤマだととんでもないドーンって言っちゃうもんね。早速頼みに行こうぜ。というわけだが、お願いできるかドリューズ。ドリュ、お安いご用だってよ。それはよかった。おーい、ううやーい、コントローラーを返しておくれ。この声はユニタスのやつだな。急がないとこの部屋にも入ってきちまいそうだ。すぐにでも始めてもらえるか。ドリューズ、みんなを集めてくるよ。ドリュー、どうやって掘るのかな。ドリュー、よろしくお願いします。おー、すげえ綺麗に穴開いたわ。やったな。早いな、あっという間に穴が開いた。ありがとうよドリューズ、お前のおかげで地下4階に進めるよ。僕たちは下に行くけど、ドリューズたちはお前は逃げるんだ。上に向かって行けよ、お前の力なら脱出できる。あといろいろ頼んで悪いが、他のポケモンたちも連れて行ってくれ。上の階にいるヨノワールやウパーたちも誘ってやってくれるか。お前もドリューズについていけ。もうユニタスに捕まるなよ。ドリュ、ありがとうドリューズ。またどこかでな。僕たちは下に降りよう。大丈夫だよねレイチェル。何としてもパパを止めないといけないから。でも無理だけはしないで。ありがとう。俺たちもそろそろ行くぞ。下はどうなってるかわからん。慎重にな。穴に飛び込め。いや、結構地下3階長かったですね。さあどうなってるか。地下よ。すっげえ穴開いてる。大丈夫？めちゃくちゃな穴開けちゃってるけど。よし、みんな無事に降りられたな。ひだ、ここはユニタスがいないね。おそらく全員最下層の地下5階に行ったんだろうな。フロアマップがある、見ておこう。右のドアの向こうは階段への通路、左のドアは貨物室のエレベーターか。でも貨物室は通れないっぽい、荷物でいっぱいって書いてある。階段を使うしかなさそうだな。右のドアを開ければいいんだね。でもこの階のドアを開けるにはカードキーが必要って書いてある。パスコードじゃなくてカードキーか。セキュリティが厳重だ。大変だけどカードキーを探そう。それにしてもこのフロアにはデスクがたくさんあるね。ここは研究グループのフロアのはずだ。さっき見た指示書にも書いてあった。マーロックさんの研究データが保管されてるって。どうやら中央の部屋がマーロックの研究室のようだ。ここを調べるとユニタスの歴史について何かわかるかもしれない。そうだね。レイチェル大丈夫？もうすぐパパに会うかもしれないから少し緊張してるの。パパはユニタスのトップ、キューブの研究を進めている。私なんて言えばいいんだろう。どうやったら分かってもらえるかな。つらいよな、レイチェル。正解は僕にはわからない。でもレイチェルが思っていることをまっすぐ伝えるのがいいと思う。きっと気持ちが一番大事だと思うから。そうかもね。ありがとう、ティム。ちょっとその辺を見張りにしに行くだってよ。ありがとう、助かるよ。なんだ？また感じたんだね。ああ、それも前より強くな。
ハリーを感じたか。俺と一緒にいるピカチュウの意識がだんだん弱くなっているんだ。だんだん弱く？それってミュウツーが言っていたピカチュウが消えてしまうってこと？そうだ、記憶を取り戻した今俺はハリーそのものだからな。俺の意識がはっきりするにつれてピカチュウの意識は薄れていく。このままじゃまずいね。ピカチュウを見捨てるわけにはいかない。助けるためにも早く取り返そう。なんだこれは。何か足に張り付いていた。これは実行グループへの指示書だ。ジェシカ・ミラーの居場所を早急に。バンブーストリートのピザ屋、ミュウツーの洞窟で発見した眠る男を捕獲せよ。ジェシカを襲った奴はここで指示を受けてたんだな。この眠る男というのは？それは俺の体のことだろう。ピカチュウ、父さんの体は近くに？今までの風呂よりも強く感じる。この最下層にはあるかもしれないんだね。おそらくな。調査を続けるぞ。さっきは取り乱しちゃってごめん。覚悟を決めてきたはずだったのに。気にしないで。もう気持ちは落ち着いた？ティムのおかげでね。まずはパパに会って話を聞かないと。そうだね。フロアのことよく調べよう。これも研究員のデスクかな。ノートとメモがあるな。これは日記みたいだ。専門的な研究のことばかりでいまいち理解できないな。待って、1年前の日付でこんなことが書いてある。ハワード市長からポケモン共生研究所再開の連絡を受けた。エマさんが研究していた人とポケモンの言葉による意思疎通、そして意識の交流、これが実現すればライムシティはもっと安全で暮らしやすい街になる。新しい組織はエマさんが最後に立ち上げたプロジェクト名からユニタスと名付けられた。私はユニタスに入ることを決めた。多くの人々にためになる研究だ。研究者としてとてもやりがいがある。パパがこの組織にユニタスと名付けたんだね。この研究員はユニタスの研究に誇りを持ってるみたいだけど、やりがいがあるだなんてポケモンを苦しめてるのに、これは裏がありそうな話だな。こっちの書類は？ミュウツーの洞窟で見つけた眠る男だ。これは俺の体か。内容が気になるね。研究室に到着して電気ショックなどの刺激を与えたが起きる気配はない。様子から見てかなり長い期間睡眠状態にあると見られる。どれを測っても一般的な成人男性の平均値だ。ただ一点、脳波には時折不規則な波形が見られる。特筆する値のものではなく身体的な問題は見当たらない。食事すら取っていないというのに筋力も全く落ちていない。この状態が保たれているのは体に宿るエネルギーの影響だろう。ティムのお父さんは健康な状態のまま眠ってるってこと？ミュウツーのおかげか。生きているだけありがたいぜ。生きてることが分かって安心したよ。でもこれではっきりしたね。研究所内に父さんがいるって。俺の感覚は正しかったってわけだ。父さんの体を見つけよう。この書類は実行グループへの指示書みたいだ。目的地バンボーストリート、対象物メモリーカード、あの時の話だね。どうしたのティム。 CTO マーロックさんの強い要望だって書いてある。マーロック？あいつがユニタスの最高技術責任者？ハマードさんが CEO で、マーロックさんが CTO 難しいね。 CEO に CTO、 組織のトップ。一体どうして？バンブーストリートの地図だ。あー、ははーん。ジェシカを襲うために入念に備準備をしていたようだな。ジェシカはユニタスにとって重要なターゲットだった。 CTO のマーロックさんが指示を出していたくらいだもんね。なぜジェシカが狙われたのか気になるな。ユニタスがジェシカを襲ってたのは何か目的があるはずだ。一体何のために？推理してみよう。ここは？このデスクは工具でいっぱいだ。キューブの開発やメンテナンスに使ってたのかも。工具セットを見てみよう。ドライバーにオイル、いろんな道具があるな。それにバーナーまである。やけどしないよう気をつけてね。これはユニタスの研究グループから管理グループへの指示書だね。地下4階 CTO 研究室のドアが故障。カードキーは反応するがドアの開閉が効かない。こちらで調べてみたところドアのギアが壊れていた。壊れたギアは外しておいた。早急な対処を希望する。研究室のドアが故障中。フロアの中央にあるあのドアだね。代わりのパーツがまだ届いてないみたいだな。CTO よりユニタスの最高技術責任者か。読んでみるね。
現行のコントロールキューブはほとんど全てのポケモンに効果が見られる。だが岩タイプのポケモンにだけは十分な効果が発揮できていない。岩タイプのポケモンを完全に支配できるようキューブをアップデートすること。私が自分でやればすぐ実現可能だが他にすべきことがある。アップデートは研究グループの最重要ミッションとして進めてくれ。負担が大きくなっても気にする必要はない。ユニタスはバンブーストリートで岩タイプのゴローニャを操っていた。キューブを強化したってことか。苦しむと分かっていながら道具のように扱うなんて。俺も同じだ、レイチェル。なるほど。ユニタスの研究員のデスクみたいだな。メモに何か書いてあるよ。 CTO より指示。ジェシカミラーからデータを入手せよ。早急に対処するように。指示か。人のことなんだと思ってるんだか。別の場所を見てみよう。もう一応ここは見た、聞いたかな。ゴロユニタスがいつここに現れてもおかしくない。注意して行動しないとな。警察署の時みたいにお前が取り押さえてくれるって頼もしいな。ありがとうゴロンだ。ウーと出会ってから一段と気合が入ってる気がするね。礼がしたいんだとよ。ずっと行方を気にしてたんだと。ガーディの気持ちは変わらないんだね。わかった、ガーディはやる気満々なんだな。ユニタスの連中が来ないよう見張っててくれ。さあ他に調べられるとこはこれなんだ。これはもしかして。何これ、歯車が2つあるな。ギアがはめ込んであるが中央に空間があるな。必要なギアが足りてないみたいだね。修理の途中だったんだろうな。なるほど、ここに修理があると。ああこっちにまだ結構ありますね。レント、まだまだ続きそうだ。ユニタスが来ないよう見張ってくれるのか。投資を続けるのは疲れるだろう。無理をしなくていいが何かあったら教えてくれな。ヒダどうした。ヒダルマ、なんでそんなに苛立ってるんだ。ヒダダマ、ヨロボンたちを見て昔のことを思い出してしまったのか。あいつらのやってることは間違ってる。俺たちの手で止めないとな。よし、名探偵の心得、その心得聞いて終わりましょうか。手に入れた複数の情報を組み合わせて、もう何遍も聞きましたね。事件全体の輪郭を描くべし。情報を今手に入れてる最中でございます。ということで半分、調査がこの部屋は終わりましたかね。多分もう右半分を調査して、それでね、歯車を手に入れてあそこの部屋が開くんじゃないかなと思うんですけれども。さあ地下4階地下5階次回どこまで探求、そしてね、市長と会うことができるんでしょうか。よかったらまた次回も見てください。それではすしのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。